男子円盤投げで優勝された福井 AC の山形洋平選手にお越しいただいています。おめでとうございます。本日の投擲についてどうでしたか？はい、今日は向かい風で、すごい好条件だったんですけど、そんな中ちょっといい投擲ができなくてちょっと残念です。で1投目に、ちょっとミスの投擲から入ってしまったのが良くなかった原因かなと思います。今シーズンの目標について教えてください。今シーズンの目標はとりあえず50メートル50を投げることです。ありがとうございました。